平井翔平は、日本の海軍軍人。日本の海軍軍人。海軍兵学校46期生。最終階級は、海軍少将。終戦時は、呉海軍交渉総務部長。1897年2月16日に、山梨県北鶴郡交里と村で、父、安太郎、母、一の四、男として生まれる。牧尋常小学校。 高里高等小学校を卒業後、長兄の勧めもあり、東京に出ていた別の兄を頼って麻布中学へ進学する。麻布中学卒業後は海軍兵学校へ進学し、1918年に46期生として卒業する。1927年には井上義香元水の副官となる。1934年には少佐に昇進しており、 軍の特命を受けて、アメリカ合衆国へ、実情偵察を目的として出張する。2年後、日本に戻った平井は、アメリカ合衆国は、先進大国であり、日本が戦争を行っても絶対に勝てない旨の、報告書を大日本帝国海軍上層部に提出している。1940年、呉海軍交渉へ配属。 1945年8月の終戦時点では、少々となり、クレ海軍交渉の総務部長となっていた平井は、クレ港をアメリカ軍に引き渡す戦後処理の陣頭式を行った。終戦後は、予備役に編入され、ロシア語と英語に堪能であったことから、クレ市内で通訳として過ごし、1957年4月3日に亡くなった。 嫌いの墓は、大月市大月町、牧野善福寺に建てられている。ありがとうございます。